スーパーハイレグ女子天津一葉のちはす TV。 こんにちは、スーパーハイレグ女子の天津一葉です。はい、今日のテーマは会社員は何のために働くのかっていうことで、タイトルにさせてもらったと思うんですけど、あ、ちょっと違ったらごめん。うん、ということで、じゃあ会社員って何のために働いているのか、ちょっと皆さん考えてみてください。ね、なんで、このね、こんなね、私が会社員とはとかね、偉そうなこと言ってんだよって思う人多分たくさんいると思っていて、でだからこそなんだけど、今回ねちょっとこれを撮るにあたってちょっと恥ずかしいんですけど、私の一応経歴みたいなものをね、話しておこうと思います。私は、南砺市福光中学校っていうところを卒業しまして、富山県の富山南高校っていう、富山県で一番制服が可愛い高校に入学しまして、そういう動機不純なところでしかね、学校とか選んでないんですけど、で、まあ、大学受験めちゃくちゃ失敗しまして、ね、四流 F ランクは私立大学と呼ばれているような、神奈川大学、めっちゃ神奈川大学の人に失礼なんだけど、まあ、神奈川大学という大学に行っていまして、まあ、ちょっと挫折をするわけなんですけど、やっぱ人生そこで終わりじゃないぜと思って、まあ、就活じゃ絶対ね、日本一の企業に入ってやると思ってで、まあまあ踏ん張ってかな、まあ、日本一の企業って言ったらさ、日本一の企業はトヨタさんになるからちょっと違うんだけど、まあ、でも一応日本一の鉄道会社かなに入れていただきまして、そこでね、まあ、約6年、うん、働かせていただきまして、今ニートです。ニートでお金がなくて困っています。はい、という感じなんですけど、だからこそ YouTube を始めて、自分のね、一応得ている知識をそう動画にしていくことで、皆さんも少しでも見てくださった皆さんが少しでもちょっとなんか、あ、ためになったなとか有益だったなって思ってくれたら嬉しいなって思っています。ちなみにさ、なんかやっぱまあ、見たいものってさ、なんか、ね、困った時とかに見るものだと思う。困った時とか楽しいもの見たいなっていう時に見るものだと思うから、まあ、なんかさ、周りの人が、まあ、なんでこの動画撮ろうと思ったかなんだけど、まあ、私実は息子がいます。はい、で、まあ、今年大学受験なんだけど、大学受験で、そしたらさ、もう本当に私高校3年生の時に言ってたこと、もう高校生の時かなに言ってたことと ね、もう約一緒のことを言っていて、あっ、血は争えんと心から思いまして、でなんで、まあ、なんかね、なんか受験生の、就活生、受験生の皆さんとか就活生の皆さん、まあ、就活してたり受験してたら、まあ、こんな動画見ないと思うんだけど、まあ、なった時に、あ、なんかこんなこと言ってるやつがいたなってちょっとでも思い出してもらえる動画になっていたら嬉しいなと思って撮影しています。はい、はい、ということでね、まず、まあ、会社っていうもの、会社員になると何のメリットがあると思いますかってことなんだけど、まあ、会社員になるってさ、すごいたくさんメリットあると思うんだよね、私は。で、まず、まあ、固定給もらえるじゃん。固定給もらえて、なんか福利厚生もちゃんとしてて、まずお金もらえるってすごい大事なことじゃないですか。で、福利厚生とかで、ね、なんかいろいろもらえたりして、わー、やったーってなるし。そういう感じでいいところいっぱいあるし、まあ、私にとっての一番の、会社員になることのメリットっていうのは、やっぱりビジネスマナーを学ばせてもらえるってことなんですね。で、やっぱ会社員って何々会社の天津ですってなるわけじゃん、私が今会社員になったとしたら。で、まあ、ってなった時に、やっぱりその看板を背負うわけだから、それで恥ずかしい行動をされてしまうと、ね、困るから、やっぱり最低限のビジネスマナーっていうのは教えてもらえるし、意外とそれってさ、まあ、学校でも習うことも多いけど、習ってても、まあ、抜けてたり、習ってても抜けてたり、なんだろうな、あ、
そう学ばなかったことも結構多いんじゃないかなって思うんで、やっぱりビジネスマナーを最初に絶対、ね、会社がお金をかけて学ばせてくれるっていうのは絶対すごく、うん、いいものだなって思っています。だって多分あのなんだろうな、うん、電話の出方とか、じゃあお疲れ様ご苦労様の違いとか、了解しました承知しましたの違いとか皆さん分かってますか？まあ、これまあ簡単なんだけど、まあ、上司に言うか、ね、部下に言うかぐらいの違いなんだけど、まあ、なんかそういうのも多分分かってないなら一回は会社員になっておいた方がいいと思います。まあ、そうするとね、自分で勉強するってなると結構時間もかかるし大変じゃないですか。大変、時間もかかるしお金もかかるし大変なものが、まあ、無料で、ね、会社のためにやってるんだけど、それって、まあ、会社が、ね、学ばせてくれるんで、もうそれがわからないのであれば一回は会社員に私はなっておくべきなのかなって思っています。あとね、さっき一番最初に質問したことなんだけど、会社員は何のために働いてるかっていう質問ね、まあ、まあそれってまあ人それぞれじゃんって思った人が多分大半だと私は思っているんだけど、で会社員だからまあ会社のために働くんでしょって思ってる人も多分多いと思います。でまあそうなんだよ、会社員は会社のために働くし、まあそのお金とかね使い道とかはまあね、いろんな使い道があるから、まあ、何とも言えないんだけど、まあ、でも会社員は一個だけ決まっていることは、会社員は誰の代わりに働いているかっていうの、ね、誰のためにっていうか、まあ、誰の代わりに働いているかっていうのがあって、これあんまりちょっと理解してない人が多いなって多いかなって思ったんでこの動画を作ったんだけど、会社員は誰の代わりに働いているかっていうと社長なのね。社長の代わりに働いている。会社で一番偉いのって社長なんだけど、まあ社長じゃないか、まあ株主だ、代表取締役株主の方がちょっと偉いかもしれないけど、まあ、会社って社長がいて社長の代わりにみんなが働いてるね。まあ、本当は社長がめちゃくちゃいっぱい社長苦労みたいなのがブブブブブブっていっぱいいたら、まあ、それでいいんだけど、まあね、そんなわけにもいかないわけじゃないですかね。あれなんですよ、クローン作ったら、ね、追放されるじゃん。アストラでもやってたじゃん。うん、まあそんな感じでまあね、社長がいっぱいいるっていう状態にはできないから、でその代わりに社長の代わりに働いている人をどんどん雇っていくっていうのが会社。社長の代わりに、社長がいっぱいいたらいいけど、うん、そうだね、社長の代わりに委託していくっていうのが会社っていうものです。まあ、それはなんかまあ一応ね、会社員やってたら、会社員とか社会に出たことある人ならまあ知ってると思うんですけど、まあ、それを覚えておいてほしいです。なんでね、就活とかするときに、まあ、やっぱり会社の社長って顔だから、まあ、大体出してくれてると思うし、話とかも書いてくれてると思うから、あ、この人のためにこの人の代わりに働くんだって、でそれで納得できる企業をしっかり見つけてほしいなって思っています。うん、そうだね、それはすごいあるかな。うん、はい感じですね。だからね、やっぱり、うん、社長っていうのは何だろう、うん、抜けないものなんだよね。絶対抜けないもので、でもなんでみんな役職を目指していくかって言ったら、会社の中で役職になっていくと社長の権限っていうのかな、多分業務についての多分制約みたいのが、うん、管理されていることが各会社内であると思うんだけど、規定とかになってるのかな、うん、ってあると思うんだけど、その中で、ね、社長の権限で、まあ、社長の権限で全てできるけど、社長の権限をどこの役職まで、持っているかっていうのを、多分大きい会社だと絶対ね、管理されているはずなんだよ。だからこそみんな役職を目指していく、そのね、できることが増えていくんだよね、やっぱり役職が上がると。だからこそ、そう、ただのね平社員だと何もできないわけじゃないけど、まあ、できることがすごく限られていて、でもそれで役職が上がっていくことで、できることが増えていくっていう仕組みに会社っていうのはなっているので、それを目指して、出世したいってね思うっていうことですねはい、あとね、でも会社員いいですよ。やっぱ会社員は、まあ、役職ついてなかったとしても、当たり前だけど、物を作る会社とかって、自分だけじゃやっぱお金ないし、ま
知識が、知識もまあ最初はないけど、知識もまあやっぱり会社のためにって言って、まあ、勉強させてもらえるし、まあ、あとさ、自分だとお金ないじゃん。じゃあ私がさ、前の、まあ、前の仕事が一応変電所の保守をしていたんですけど、で変電所の保守をしてたからって、変電所私が今設計しているのはちっちゃいのだとしても、いくらぐらいかな、5億とかぐらいのものを書いたとして、もうそんなお金ないからさ、そんなお金ないから絶対作れないわけですよ。でも会社員になれば、そのまあそれができる、自分の希望したものができるかって言われたら微妙だけど、まあ、そういう近しいものを作れたりするんですよね。もの、自分のお金じゃ、自分の力じゃ作れないものを作ることができる、っていうのは素晴らしいと思います。で、今言ったようになんだけど、今言ったことなんだけど、ちょっと当たり前のことになるんだけど、なんか物を作る会社っていうのは絶対にメンテナンスが必要なんですよ。これ会社とか社会で、ね、当たり前のことなんだけど、当たり前のことなんですね。で、まあ、物を作ったらメンテナンスしていかないとね、どうしても劣化もしていっちゃうし、まあ、てかよりよく改善、本当に物のにもよるけど、まあ、やっぱりさ、作品、まあ、自分で作れるような作品だとしても、やっぱりよりよくしていきたいって思いますね。もう私は思っていて、だから物を作るっていうのは、物を作る会社に多分メンテナンス部門がない会社はなくて、メンテナンス部門がない会社もあるかもしれない。なんか委託とかしてたり、委託してたりすると、そうだね、メンテナンス部門がグループ会社っていうかね、なんか下請けとかになっていることはあるかもしれないけど、で基本的にはそうですね、作ったものはその会社がメンテナンスしていると思います。部門が分かれていたりするとは思うんですけど、まあ、そういうのも一応ちょっとなんとなく知っておいてもらえるといいのかなって思います。はい、だからね、まあこの動画とかもね、YouTube、ね、どうしていけばいいかちょっと路頭に迷ってるんで、まあアドバイスをしてもらえると嬉しいです。そうだね、はい、以上以上かな。なんで、まあそれをちょっとね、就職活動するときにちょっとだけでも参考になったら嬉しいなって思っています。あと、ついでになんだけど、まあなんだろうな、ついでにになっちゃうけど、まあ、なんかよく就活とか受験とかのときに理系と文系どっちがいいと思うかみたいなね、話に多分なると思うんですけど、まあ、それ就活とか受験よりちょっと前の話か、ちょっと前の話で、ね、理系と文系どっちがいいかなみたいな考える人がいると思うんだけど、まあ、私は圧倒的に理系って、自分が理系だったからこそ理系って言うんだけど、まあ当たり前のことなんだけど、もうやりたいものがもう決まってる、もうこれが絶対したいんだっていう人は、まあ、やっぱりそれに向かってフローをね、これが絶対したい、じゃあ何が必要かっていうのを書き出していって、書き出していって書き出さなくてもいいけど、まあ、考えていって、まあ、どっちの方がね効率的にできるかだよね。多分文献の方が、まあ、なんだろうな、なんかいろんな知識が学べるのかな。なんかぶっちゃけ私も失礼だけど、文典はできるけど理典はできないと思ってて、でだからなんか文系の方がなんか別にやりたいこと、なんていうか学校で習う授業じゃないものでやりたいものがある人は絶対文系に行くべきだと思っていたし、でも特にそれがやりたいものがないんだったら理系の方が、まあ、前に、学校の勉強とはっていう話をしたと思うんだけど、学校の勉強って大体ね言語を習う場なんだよね。でなんか理系の方がいいっていう理由は、たくさんのより多い言語を学べるっていう私の認識。私は、まあ前も言ったかもしれないけど、電子情報工学科っていうところに行ってたから、で高校までの、まあ、ね、なんだろう、物理とかだと全然習わないじゃないですか。物理ってちょっとしかやらなくて、だからその、なんだろう、電磁気学だったりプログラミングだったり電子回路だったり、まあ、そういうなんか、なんだろう、本当に基礎しか私は学んできてなくて、専門的なことってほとんどやってないんだよね。でそういうのを、なんかなんとな
くだけど分かるよ、分かるよ、分かるっていうか、まあ、やったことあると、ああこんなもんなんだなっていうのが分かるようになるから、それが言語なっていうものなのかなって思ってるんですよね。なんか人に説明できるように、人にちょっとでも分かりやすくできるようになる言葉を知る、だから言語かなって思ってるので、理系に行った方が自分の使える言語が増えると思うから、おすすめするのは理系かなって思っています。まあ、でもね、まあそれは、やりたいことを一番に立ててやっていった方がいいくて、やりたいことがないんだったら言語は増やしておいた方がいいよねぐらいな感じです。だからね、世界に行きたいっていう目標がちゃんとあって、で、でもいろんな国に行きたいからいろんな言語を学ぼうって言って中国語を学んだり、なんだろうな、なんだろう、いろんなフランス語を学んだりとか、そういう風なものでもいいのかなって思うので、まあ、自分の可能性をね広げられる分野にぜひね行った方がいいから、まあ、どっちがいいとは言えないんだけど、まあ、自分はこういう考えだよって感じかな以上ですはい、まあそうだね、まあ、最終的に何が言いたいかっていうと、まあ動画作る、なんか今本当に何もなくて、私お金もないし、本当人脈もないし何もないから、まあ、なんか作ろうと思った時に動画を作ってみてるんですけど、まあどんな動画がいいかなっていう、もうね、そうだね、より良い動画に私もメンテナンスしていきたいなっていうのがあって、うん、皆さんにご相談も踏まえて、まあ、相談だけだとさちょっと楽しくないけど、まあ、ちょっとでも参考になったらいいなと思って、まあ、分かってない、私なんかやっぱ身の回りの人ぐらいからしかさ、なんか困ってる情報とかは手に入れられないので、まあ、今回はね自分の息子の話を踏まえてね社会っていうのはこういうもんなんだよっていうのをちょっとお話ししてみました。私の分かる範囲だったんで、ちょっと間違っているところとかもあるかもしれないけど、基本的には会社っていうのはこんな感じかなってまあ大まかだよ、すごい大まかだけど、まあ、こんな感じなんで、もう最後まとめると、まあ会社員になるからには社長を見たいといけないんだけど、社長、会社員は社長のために働いているんだけど、社長のためにじゃないね、会社員は社長の代わりに働いているんだけど、まあ、そうなってくると社長は超えられないよねっていうのを知っておいてほしいのと、やっぱりね、物を作るからにはメンテナンスをしなくてはいけませんということで、もうちょっと楽しい動画にしていくためにはどうしたらいいかアドバイスいただけると嬉しいですはい、この動画最後まで見てくださってありがとうございました。また明日。チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録。